未来に向けて。はい、ありがとうございます。前田監督と長年温めてきた作品、やっと届けることができましたが、今どんな思いでいらっしゃいますか？そうですね、まあ、単純に形になったっていうことで、まあ、すごく嬉しかったっていうのと、まあ、今日まあ、お客さんの反応を見たいなと思って一緒に見てたんですよ。で、大体面白くなかったら結構頭とかこうなるんですよね。なんか動くんですよ。で、僕ずっと監視してたんですよ、皆さんのこと。そしたらあんま動いてなかったんですよ。で、江本さんが出てきて、江本さんのギリギリ、まあそのなんていうんですかね、本当にギリギリの演技がで、僕は鼻をすする声が音が聞こえ始めて、で、まあそこから、まあ、で結局自分が感動する部分とほとんど一緒だったんですよね。だから皆さんの空気感の中で見れて、僕自身もすごく感動できたので、すごくありがたかったです。ありがとうございます。これどれぐらいの期間監督と話し合ってきたんですか？まあ、でも10年前だから10年だよね。そうですね、2013年に浜中さん の本ロストケアが出て、それを僕はすぐ読んで、読み終わった時に松山さんから電話が来たんですね。はいはい、読み終わったのを見てたかのように。はい、え、ワイが電話したの？そうよ。いや、僕電話してないよ。あ、ワイがなんか探ってたみたいな感じになって。いや、なんかどうしてんのって電話して、こんな面白い小説読んだって読むって言って、すぐ松山さん呼んでやろうという。あ、そういうことだったのね。はい。いや、いや、そうですよ。ああ、そうかそうか。もう10年前の話だからちょっと分かんなくなっちゃってて。はい、でも、まあ、この作品をどうやって、まあ、その、なんて言うんだろう。まだ10年前といったら、浜中さん、あれですよね。あんまりその介護殺人だったりとか、まあ、そういう事件っていうのはすごく多かった、表に出てきてる。少なかったですよね。そうですね、まあ、ちょっとずつ話題になってきて、当時ちょっと前にコムスン問題って、その介護、保険の不正受給問題みたいなのがあって、うん、まあ、注目されつつあったぐらいの時期ですかね。うんうんうん、はい、はい、まあ、その中で、まあ、その、まあ、10年ずっと、まあ、その成立しないまま進んでいく中で。そうなんですよ、ずっと いろいろ努力してたんですけども、浜中さんにやる詐欺みたいに映画やりますからって言って、ずっと10年も待っていただいて、本当出版社にも感謝してるんですけども、何のオプションも契約もしてないのに、僕の情熱だけで待っていただいて、松山さんとやりますということで、よく我慢して待っていただいたなと思ってます。だから浜中さんはすごく今日が一番嬉しいんじゃないでしょうか。僕らよりも喜んでくれてて本当に感謝です。はい、長澤さん、先ほどちょっとお話ししましたら、松山さんはプロデューサー的な立場でもあったというようなお話がちょっとありましたけども、感覚的にはそうだったんですか？そうですね、やっぱりこの作品に情熱を持ってこう映画化したいっていうので動いてた人ですからね、うん、もう確実にプロデューサーさんだなと思いながら、はい、接していったところはありました。そうですか。うん、42人を殺した殺人犯、僕は42人を救いました。真相を検事、あなたがやったことに正義などない。心震える衝撃の真実、ロストケア。